どうも、ともやんです。今回は視聴者さんからいただいた、ディフェンスショット、まあ多分深いボールが来た時とかにどう対応したらいいのかなっていう、リクエストをいただいたので、これちょっと僕なりにちょっと説明したいと思います。やっぱり深いボールが来た時に、僕はあんまり踏ん張らないようにしています。踏ん張らない。体重をできるだけこう逃がすというか、体をスムーズに動かせられるように体勢を作るようにしています。まあ追い込まれているので体重は後ろになり気味だと思うので、これを後ろの体重を持っていくのはなかなかバランスだったり体幹だったりそういうのが大事になってくるので、できればボールを打った後にちょっと体重をちょっと逃がしてあげる、体を少しスムーズに動かすためにも体重をちょっと逃がしてあげるとなんか楽に打ててるように見えます。こうやってやって踏ん張る、まあ、踏ん張って打てるんだったら、結構強気に打てるボールだと思うんで、それはもっともっと追い込まれた時にはもう本当にやっぱり打ってちょっと体重を逃がしてあげるような感覚で打ってもらうと体が使いやすくなってくる。体使うことすごい大事なんで、踏ん張ってしまうとやっぱりもう体回らなくて、体重移動しないと体回らないので、まあ、いろんな体重移動の仕方ありますが、踏ん張ってしまったらもう手だけのスイングになるんで、やっぱり1セットとか3セットとか試合を続けていくんで、シングルスだったら体力使ってしまうんで、できるだけ流れるような形でボールを打っていってもらったら結構、はい、でも考えとしては強く打とうと思わないでください。強いボールが来たからって言って強いボール返しても時間がないので、しっかり自分が戻る時間だったりとか必要になってくるんで、柔らかくボールを返してあげるような感覚で打ってもらったら結構、柔らかく返してもらったり、僕も試合に追い込まれたらやっぱりこういうボールで逃げたりしますからね。で、自分の戻る時間を作ることができるんで、ちょっと今のみたいなボールを頭の中でイメージしながらボールに追いついて終わった後にちょっとリラックスしてスイングを終われるように、踏ん張ってこういうショットにならないようにだけちょっと気をつけてもらったらいいかなと思います。